はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の吉川です。それでは FP3 級 FP2 級合格の取説速習テキスト速習問題集の紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは今回は FP3 級合格の取説速習テキストと FP3 級合格の取説の速習問題集、そして FP2 級合格の取説の速習テキストと、こちらが FP2 級の合格の取説速習問題集となっています。 FP3 級と FP2 級は同じ構成になっていますので、今回は FP3 級を使用して説明いたします。まずはこちら、特徴としてはオールカラーとなっています。例えばこちらテキストの中身なんですが、例えばこちらがキャッシュフロー表の例ということで、このように、ですね、カラーが使われています。ですので、これ分かりやすくなっていると思います。また例えばこちら講義図解としまして、こちらふんだんに図が使われています。例えば社会保険の全体図ということで、よく社会保険と気になると思いますが、この社会保険というのは大きな意味での社会保険と小さな意味での社会保険があります。大きな意味での社会保険というのは、この小さな意味での社会保険と労働保険を合わせたもの、大きな意味での社会保険と言っています。そして小さな意味での社会保険は医療保険、介護保険、そして年金保険、そして労働保険は労災保険、雇用保険となっています。このようにですね、図が図に、そして、いろいろなカラー使われていますので分かりやすくなっていると思います。そして次の特徴としましては、こちら振り仮名がいっぱいとなっています。こちらには重要な用語、分かりにくい用語については振り仮名が振られています。例えばこちら医療保険や介護保険、また年金保険、労災保険や雇用保険といったところ、またこちら読みにくい、例えば被保険者ですとか、こちら被扶養者という呼び方、こういったところにも振り仮名が振られています。この漢字なんだろうと言って自分で調べたりというストレスから解放されると思います。そしてこちらが2級も見えるということで、3級からは2級に、2級からは1級にステップアップしていただきたいと思います。ですね、こちらテキストの中にはこちら、例えば FP3 級から FP2 級を目指す人のためのステップアップ講座、こちらがですね用意されています。また、例えば3級の方ですと2級の過去問にチャレンジということで、実際の2級の本試験問題が載っていますので、ステップアップするときにはどんな問題が出るのか、どんなレベルの問題が出ているのかということを確認することができます。では FP ではどんなことを学習していくのか。 FP では幅広い分野の学習をすることができます。具体的にはこの6科目を学習していきます。1科目目はライフプランニングと資金計画、2科目目はリスク管理、3科目目は金融資産運用、4科目目はタックスプランニング、5科目目は不動産、そして最後6科目目は相続事業承継、この6つの科目を学習していきます。そして試験ではこの順番で問われていますので、テキストはこちらですね、問われている順番の構成になっています。1科目目ライフプランニングと資金計画では、例えば6つの係数ですとか、あとは人生の三大資金、またこういった社会保険など学習をしていきます。この科目を学習することによってご自身のライフプランの作成などができるようになってきます。2科目目リスク管理では何を学習していくのかというと、主に保険について学習をしていきます。保険は大きく分けると3つあります。1つ目は第一分野の保険と言われています生命保険について、2つ目は第二分野の保険と言われています損害保険について、そして3つ目は医療保険やがん保険といった第三分野の保険、このように保険商品全般について学ぶことができます。この科目を学習することによって、そもそも保険に入った方がいいのか、入らなくていいのか、また
入る場合というのはどんな保険にいくらぐらい入ったらいいんだろうということが見えてくると思います。またご自身のまたご家族の保険の見直しなどができるようになってきます。そして3科目目、金融資産運用では、経済と金融の基本ですとか貯蓄型金融商品、例えば預貯金などについて学んでいきます。そして投資型金融商品、ここでは例えば債券や株式、この株式という言葉は皆さんお気になったことはあると思います。この債券と株式が投資型金融商品の2大柱です。その応用編といえるのが投資信託、また外貨建て商品といったように金融商品全般について学ぶことができます。この科目を学習することによって、ご自身の大切な資産、財産を将来どのように運用したらいいんだろうといったときに役に立つ知識、身につけることができます。そして4科目目、タックスプランニングでは税金について学習していきます。税金はどんな税金かというと、FP は主に個人の方に関わりの深い所得税について学習をしていきます。所得税、ここでは、税金、税制とこの所得税の基礎、また、所得の10種類ですとか所得控除、税額控除、そういったですね、ところを学習していきます。この科目を学習することによって、例えば会社員の方は給与明細表や源泉徴収票の読み取りなどができるようになってきます。そして5科目目、不動産では、ここでは不動産の基本や不動産取引、また不動産の税金などについて、不動産全般についてここでは学んでいくことができます。この科目を学習することによって、例えば将来夢のマイホームを手に入れたいななんて思うときに役に立つ知識、身につけることができます。また不動産についての各種特例などについても学んでいきます。そして最後6科目目、相続事業承継で学習するのは、ここは法律について、何の法律かというと民法です。相続の民法について学んでいきます。また税金2つ、相続の時に発生する相続税と、もう一つ贈与の時に発生する贈与税、この2つの税金について、また相続財産の評価の仕方、このように相続発生の前にも後にも活かせる知識を学ぶことができます。このように6科目という幅広い分野の知識を身につけることができる資格、これが FP 資格です。はい、そして今回は初めて学ぶ方にも分かりやすいようにまとめてあります。ではこちら本書の使い方と特徴としまして、まずは1つ目、はじめのまとめということで、各科目でこれから学習する全体像のイメージがつかめるようになっています。例えばこちら第1章、ライフプランニングと資金計画、こちらで学習する大きな柱3つ、まず1つ目が FP 業務の基本、2つ目が人生の三大資金、そして3つ目が社会保険の仕組み。はい、各科目、3つから4つの大きな柱に分けられていますので分かりやすくなっていると思います。1つ目、 FP 業務の基本では、ここでは例えば関連法規、ここでは FP ができることできないことを学んでいきます。そしてプロセスと手法では、ライフイベント表やキャッシュフロー表、個人バランスシートの作成の仕方などを学習していきます。そしてこちらの大事になってくる6つのケースですね、こちらも学習していきます。2つ目の柱は人生の三大資金について、人生には大切だと言われている3つの資金があります。人生の三大資金の1つ目は教育資金です。人生の三大資金の2つ目は住宅資金です。人生の三大資金の3つ目は老後資金。この教育資金、住宅資金、老後資金について学習をすることができます。この人生の三大資金は皆さんの人生に非常に深く関わってくる大切な資金となっています。そして3つ目の柱は社会保険の仕組み、ここでは医療と仕事、そして老後と分かれてきます。医療は医療保険ですね。そして仕事は雇用保険や労災保険、また老後については公的介護保険、こちらは40歳以上の方加入していきます。そして後期高齢者医療制度、ここは75歳以上の方加入していきます。そして公的年金、特に FP ではこの年金について詳しく学習していきます。
はい、まずはここで全体像のイメージがつかめるようになっています。そして次に本文としまして、これから学習すること、どんなことを学習していくのかということがこちらに書かれています。はい、こうですね、これから学習することが書かれていますので、どんなことを学習していくのかということを、ここで分かるようになっています。はい、そして、ここではですね、例えば、こちらの公的年金ですね、ここで学ぶことができるということ、そして、例えばこちらの付属のお役立ちコーナー満載ということで、例えばここではワンポイントですとかナビゲーション、また用語の意味、レク先生のズバッと解説といったように、こちら付属のもの、こちら充実しています。例えばこちらですね、例えば用語の意味ですとかこういったナビゲーション、こういった側注も充実しています。例えばこちらテキストの中で個人バランスシートとはとあります。個人バランスシートというのはある時点での資産と負債のバランスを見るためのものになります。そしてこちらが個人バランスシート、向かって左側、こちらが資産、向かって右側、右の上が負債、右の下が純資産という構成になっています。そして試験ではこの右の下、この純資産はいくらですかと聞かれてきます。この純資産の求め方はこちらレク先生のズバッと解説、こちらが純資産イコール資産マイナス負債で求めていきます。はい、こちらが分かればこちら問題に対応できると思います。そして左側資産合計と右側負債純資産合計、この金額は同じになります。左右がバランスしたバランスシートということになります。はい、またこちらですね、このように過去問チャレンジというのがついています。はい、ここではこちら単元ごとの終わりにですね、このように過去問チャレンジということで国家試験の本試験問題が出ています。ですので、本試験ではどんな問題が出ているのか、どんなレベルの問題が出ているのかということをここで確認することができます。インプットと一緒にですね、このアウトプット、してそしてその単元をまとめていっていただければと思います。はい、またこちらステップアップ講座としまして、3級からは2級に、2級からは1級にですね、ステップアップするためのこういったステップアップ講座ですね、こちらが用意されています。そして3級からは2級、2級からは1級ですね、本試験問題ありますので、ぜひですねこういったところで次にステップアップする時の、レベルというのをここで確認していただければと思います。そしてこの速習テキストにはこのように書籍購入者限定特典としまして無料講義動画全部で25回分がこちらついています。この動画はより理解を深めるため、またより記憶に残すためにですね、使っていただきたいと思います。では次に FP3 級合格の取説特集問題集です。こちらは出る順に両問を厳選しています。そしてこちらはテキストに完全リンクしています。非常に使いやすいと思います。そして、こちらの試験は2つの団体で試験を実施しています。1つ目が日本 FP 協会、もう1つが金融財政事情研究会、略して金財と言っていますが、この FP 協会と金財2つの団体で試験を実施しています。そしてこちらは両方に対応しています。また試験は学科試験と実技試験から成り立っています。はい、こちら学科試験と実技試験ですね、両方に対応しています。ではこちらでは本書を使った勉強の仕方ということで、まずはこちらチェックボックスがついています。問題は1回だけ解いて終わりというのではなく、最低でも3回は解いていただきたいと思います。チェックボックス用意されています。また重要度ということで A から ABC となっています。
ここは過去12回の試験の中で A というのは6回以上出題されたもの、 B というのは3回から5回出題されたもの、 C というのは2回以下の出題ということで、ここで重要な問題確認することができます。また問題と回答が一目でわかるということで、見開きで向かって左側が問題、右側が回答と解説となっています。ですのでページをめくるという、手間が省けると思います。またレック先生のワンポイントということで、解説の他にさらにもう一押し覚えておいた方が良いこと、ここにまとめられていますので、よりですね、深い知識身につけることができます。また、こちらはテキストへのリンクということで、こちらテキストにリンクしています。ですので問題を解いていただいて、間違えたあるいはわからない場合はテキストに戻っていただいて、そしてそれを繰り返すことによって、どんどん力がついていくと思います。そしてこちらの速習問題集、こちらにもですね、書籍購入者限定特典としまして無料解説動画、こちらが全部で16回分ついています。こちらは学科試験、実技試験に対応しています。この動画では試験によく出ている問題を解説しています。また計算するときのコツなどをお話ししていますので、ぜひ活用していただきたいと思います。この速習テキストと速習問題集、これをセットで使っていただくことでより効果的に学んでいただけると思います。それでは速習テキスト速習問題集の紹介を終わります。ありがとうございました。